吉本グッズチャンネル、イエーイ。紹介するのは日向です。よろしくお願いいたします。今回はですね、こちらですね、桜らら×吉本クリアスタンプの紹介第3弾でございます。今回紹介するのはこちら、一番手前にあるあきらさんバージョンです。イエーイ。これのね、使い方なんかは、1個前2個前に載せてるので、よかったらそちらの動画も見てください。今回のこのあきらさんバージョンはですね、結構こう春をイメージした季節感のあるやつなんですけど、でも学校とか、あと普段使いもできるものも結構あったりします。そしてあきらさんのコント中に出てくるセリフなんかもあります。とれへんなんかもね、言いたくなるセリフもたくさん、ネタで言ってる数だけ押したりしてもいいのではないでしょうか。できました。こんな感じでスタンプはいっぱい押しまして、いつもノート見せてくれてありがとうとかね、こう絵文字で使うように、こうちっちゃいから結構手紙にも使えます。またご飯一緒に食べようね、張り詰まった米粒が取れへん時は取ってねとかもぜひ使ってください。でね、これはね、もうちょっとあきらさん限定なんですけれども、これ手紙をちょっと変わった折り方してね、この目をもっと話すことができるなんてこともできますので、ファンレターとかでね、これを受け取っていただいて、もっと離れるやあれへんねんって突っ込んでくれてるかなとか心の中で思ってください。きっと気づいてくれへんと思います。はい。さあ、ということで今回は桜らら×吉本クリアスタンプの秋の編を紹介いたしました。ありがとうございました。こちらのグッズなんかはですね、各劇場にございます吉本エンタメショップで買えます。